シーバスをビッグベイトルアーで釣るための方法を以下に10個ご紹介します。1. 適切なルアー選び。シーバスが好むベイトフィッシュに似た形状や色のビッグベイトルアーを選びましょう。特にシルエットや動きが重要です。2. ロケーションの選定。シーバスは潮の流れやベイトフィッシュの群れが集まる場所にいることが多いです。河口や港湾、干潟などを狙いましょう。3. タイミングを考慮。シーバスは夜行性で、特に夕方から夜にかけて活性が高まります。また、満潮や干潮のタイミングも考慮すると良いでしょう。4. リトリーブ速度の調整。ビッグベイトルアーは、リトリーブ速度を変えることで、シーバスの反応が変わります。早く引いたり、ゆっくり引いたりしてみましょう。Go Stop & Go。リトリーブ中に一時的にストップを入れることで、ルアーが不自然な動きをし、シーバスの興味を引くことができます。6. 水面直下を狙う。ビッグベイトルアーを水面直下で引くことで、シーバスが浮上してくることがあります。特に、波や風がある時に効果的です。7. 風や潮の流れを利用。風や潮の流れを利用して、ルアーを自然に流すことで、シーバスに対するアピールを高めることができます。8. カラーの選択。水の透明度や天候に応じて、ルアーのカラーを変えることが重要です。濁りがある場合は明るい色、クリアな場合はナチュラルな色を選びましょう。9. フックのチェック。ビッグベイトルアーのフックが鋭利になっていることを確認しましょう。